あるんですね、外国からの。で、去年の2月も日本からアスカが止まってましたけど、船が出航するときにね、眩しすぎて邪魔になるそうですから、2色使いでね、作られております。でお写真撮る方は、屋根ご覧いただきますと、こうやって模様が入ってるのも来ないと分からないところじゃないかなと思いますしね、あとはこれ、階段上がっていきます、建物が3つに独立してるっていうのも来ないと分からないところですから、ちょっとの方でお写真撮ってね、お帰りください。で真ん中のね、ホール、大きなホールは去年の5月か6月で日本でも有名な辻井さんですよね、盲目の権利者の方、彼がいらっしゃって2日間リサイタルで満席で、ね、されておりますので、昔は五木ひろしさんももう30年ぐらい前だと思いますけど、いらっしゃいましてね、満席されておりますけど、五木ひろしさんは日本から満席で、あなたのところで。